赤坂タワーレジデンストップオブザヒルは、東京都港区赤坂2丁目にある、超高層マンションである。豪設計の一つである球場家が今日構え、その後、日本ユニシスが本社を置いたちに2008年7月、竣工した。高さ162.0メートル、地上45階、地下3階の構造で、倉庫数は521個。平均価格は1億2000万円にもかかわらず、 三期に分けた販売はいずれも好調。即時完売した。平均倍率は8.4倍だった。低層階の全82戸については賃貸マンションとして、レジデントファーストによって管理、運営されていたが、その後、分譲された。建物を東西に貫く2層吹き抜けのグランドロビーを1階に置き、共用施設として、ゲストルーム、トップラウンジ、九条家の茶室を模した。 和室等が設けられたほか、コンシェルジュも配置した。約7000平方メートルの敷地のうち、約2600平方メートルを緑地とし、東側に大きな池を設け、それを囲むように既存のオークス、妄想地区などを生かした、雑木林風の景観を作り出した。それが、地域の人々なども楽しみながら散策できる空間と、 なっていることが評価され、2009年度、港区緑のちづくり賞、2010年には、東京都緑の対象の大規模緑化部門賞を、それぞれ受賞している。竹中工務店が開発した、超高層マンションの上層階の眺望を確保する、新工法、スーパーフレックスウォールを採用した。これによって、建物中心部に、耐震壁を設置することで、従来、 建物のが ICU 部に設けられていた梁を細くし、窓側の開口部が広がり、眺望が向上した。また、重古には SI 工法を採用した。ありがとうございます。